さあ土岐川を渡って宇多津から丸亀市に行くぞ。まあ厳密に言うと、もう土岐川の時点で丸亀市には入ってるんですけどね。ちょっと入る瞬間撮り忘れちゃったんで、はい、ちょっとややこしい表現にはなりましたが、もうすでに丸亀市には入っております。どこ行きましょうかね。健康公園にやってきまして、なんかね、桜っぽいのがねあったのよ。これなんだろう、下向きに咲いてる桜が、これはしだれ桜なのかな。だいぶ珍しいですよね、枝が下に向いてる。なんだろう、たくさん綺麗だったのでちょっと立ち寄ってしまいました。いいですね、癒されます。ということで、念願の綿屋さんに行くことができました。ものすごいボリュームで肉肉しくてお腹いっぱい、うどんのコシもしっかりあってね、食べ応えのあるボリューミー満点、うーん、美味しかった、大満足です。ものすごいたくさんの人で賑わってましてね、ちょうど昼11時ぐらいだったんですけど、その後もう大行列できてたので、いやー、お腹いっぱい。この後はちょっとコーヒーでも飲みながら、思い出の地を少しだけ巡ろうかななんていう風に思ってます。いろんな思い出がたくさん詰まったここ香川県丸亀市ですので、まあちょっとゆっくり癒されたいなぁという風に思ってます。どうぞよろしくお願いします。ではまずはコーヒーを食後の